こんにちは、あゆみです。今日は材料4つとお水だけでこねなくても簡単にできるフランスパンの作り方を紹介します。まずは4つの材料を紹介します。1つ目が強力粉、2つ目がドライイースト、3つ目がお砂糖、4つ目がお塩。以上の4つが材料となります。本日もご視聴いただきありがとうございました。またヘルシーレシピ動画とかいろいろアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。